いやー、こんばんは。本当は やる予定じゃなかったけど、昨日よりちょっと元気。動画と昼のマイクラから来た。はい、ろくろさんよろしく。マイクラ面白いけど、ちょっと怖い感じになってきたな。プライマルさんいらっしゃい。そうですのかな。モノカさんもダッシュさんもうどんさんもいらっしゃい。わこ、ちょっとら見てた。はぁ、寝るか。今日何時。あ、ちょっとさ、ちょっと待って、ちょっとドラマの予約録画するわ。ちょっと待って、メルカさんよろしく。なんかあの目が見えない探偵みたいなやつ、あれちょっと見たかったの。お久しぶりですか。お久しぶり。いやいや、ついてるよ。ついてなかったら名前ついてんじゃねえか、わかんねえけど。ほんと音でけえな。こんばんは。撮るね、起動中らしいな。ナオトラかこれ。はーん、はい。シグナさんもいらっしゃい。演習率さんも、黒森さんもいらっしゃい。ラムネさんもいらっしゃい。スタナーケイさんいらっしゃい。ちょっと待ってね。うっかりしてたわ。ナオトラ取り、おう。ナオトラ取りながらいけるかな。いや、今、仁王最終体験版の動画の編集したりとかしてて。基本的には生放送以外であんまゲームをやらないというか、まあやってるんだけどね。バトルフィールド1942じゃねえや、バトルフィールド何あれ、一年戦争じゃねえや、世界なんだっけ、ビルドファイターズ1、そうビルドファイターズ確かに。あれなんていうのやつだろう、ドラマ撮るね。うるせえな。探偵でいいかな。和骨です。はーい。あのドラマの名前わかる人いる？和骨さんです。はーい。まあ、いいや、探偵で出るっしょ。あった。四角探偵だって。2話目だしね。どうも所長。ナイス2話目。2話目から見ようと。千葉の UFO 難事件。名探偵コナン、なんじゃこれ。なんじゃこりゃー。見てえけど見ない。はい。日暮れ旅人っての多分それです。犬麺さん、サブロさん、アンコさんいらっしゃい。ベラスケスさん、コンテナさんもいらっしゃい。ズッカさんもいらっしゃい。うそーん、適度に降ってくれたらいいね、いい運動になるんだろうけど、死活問題だからな、雪はな。ありがとうございます、それです。2話目から見るわ。ふぅ、はい。こんばんは。コマさんいらっしゃい。こんばんは。ダルマさん、カスさん、チャオさん。今日なんか探してほしいって言ってる人がいたけど、来るかな。どういう状況なんだろうな。茨城だから雪降んないや。あー、まだ降んないか、そっちは。岩名さんいらっしゃい。川魚を塩焼きにして食ってみてえな。棒で、棒にあの、くねくねさしてさ、くねくねさしてさ。ゲーム依頼したいです。あ、メルカさん。はい。やるか。早いな。トップシークレット懐かしいな。難しかったよね。当時。お、もう依頼だよ。皆さん仕事だよ。依頼来た。餌の時間だよ。よし。順番待ちなし。あゆの踊り打ちとかいうやつですか。踊り打ち。依頼。打つ。あ、踊り打ちっつのあれ。はい。動画拝見しました。ありがとうございます。ご批判必須は枠なんでよろしく。ダブル KO。なんで分かったよ。この面知らねえな。ファミコン版面白かったな。さあ、じゃあメルカさんは、僕との対話をメインにして自分でググったりしないようにして、機種、ジャンル、プレイ年齢、プレイ時年齢、現年齢、まあ、現年齢は嫌なら言わなくていいです。はい、トラキシさんよろしく。消費者さんいらっしゃい。ジャンク一郎さんいらっしゃい。よろしく。ああ、報告ありがとうございます。
申し訳ない。今日昼間依頼があるって言ってた人は違うかな。さあ、騎士は何だろうね。じゃあメルカさんよろしく。字を赤くしていただければ助かるようです。スマホかな。ちょっと字、字じゃねえ。スマホとかで反応悪い場合は先に言ってもらえるかもしれない。うん、スマホで、スマホですと言ってください。機種はちょっとわからないです。おー、やべえ。一発目から歯応え来た。機種不明と。でもファミコンとか、まあ、ファミコンっていうのは変だけど、プレステとか、まあ、プレステ4とかみたいな末置き機でいいのかな、家庭用のあれでいいのかな。ゲーセン、家の中でやった。あー、これ、あれだわ。これ、あれだわ。これ、スマホ。ゲーセンじゃなくて、あれだ。なんつうんだ、プレイ、プラグ&プレイ。プラグ&プレイってやつだね。あの、卓球だけできるやつとかさ、野球だけできるやつとかさ、知らない？で、機種じゃねえや。これちょっと難しいやつ。あ、持ってた？ DJ さん今日やるんだっけ？そうそうそう、いや、そうです、そうです。ズックさんいらっしゃい。銃だけの、でもあったよね、そういうゲームね。ガンシューティング、そうだね。テレビとその銃をつなげて遊ぶやつだよね。あれは、待てよ。わかるっしょ。そうそう、このおもちゃ系のやつだね。依頼したい DJ。何年前にプレイ？なんて読むんだか全然わかんねえよ。固定されたゲームだ。いやいやだわ。そうそう、だからプラグ&プレイってやつだね。色がわかればできるって。高専中じゃねえよ。10年。10年くらい前にしてました。だから年齢聞いてんだよ。何度も言わせんな、それは。頼むから。10年前でも20年前の製品だったら意味がねえだろ、それ言っても。プラ、待てよ。どれなんだろう。日本のものだよね。吸引ガン？本当に？評価とか出る。すげえ、なんか新しそうだな。URL 省略。プルギト。ガンガンアドベンチャー。プレイ動画。スペアハード。じゃあちょっと動画が来たやつから見ようか。誰かスマホですって言ってたんですよ。言ってねえな。あ、スマホだって。スマホだそうです。スマホは普通に30秒ぐらい遅延あるんで。へぇー、ガンガンアドベンチャー、どうでしょう。これは一応そのプラグ&プレイ系だよね。ありえますけど、写真とか見てもらうしかないですね。吸引ガンは一応画像は見っけだけど。あ、ガンガンレボリューション。っていうのが今、黒森さんがくれたやつ。この画面どうでしょう。あ、コテハン必須なんで日本語読めない人追い出します。ガンガン追い出します。ちょっと待ってね。まあコメントできないだけだけど。追い出すと言ってもな。今左に出てるやつと右に出てるやつは別のゲームです。あら、かっこいい。実機の方の写真見た方が早いかもね。まあね。まあでも画面見た方がわかるんじゃない？動画があればね。忘れてました。すいません。はい。これではないような。しっかりしてください。ガンガンアドベンチャー。コテハンない方は。プラグイット。思ったより銃かっこいい。これじゃないそうです。左に出てるやつと右に出てるやつ、どっちが違います？まだあんだよ。え、なに？どっち、どっちの、あ、どっちの、あ。スマホでちょっと遅いんでね。RGB？ RGB じゃないよ、これ。え、これ RGB って言わないよね。なんて言うんだっけ、これ。左側のやつっぽいです。あ、左側のやつっぽい？これが、コンポジとか。そっかそっか。これが、ガンガンレボリューション。ガンガンレボリューションだそうですな。あー、ダメだ。はあ。これもダメかな。大丈夫だ。コメントつかなかった。ないね。動画がない系なのかな、これは。ガンガンレボリューション。ベタクロス。ミュージックガンガン。今日もやるんですね。やりますよ。動画が出てこないですね。動画ねえな。
ガンガンレボリューションは他にあるかな。あ、じゃあこれを見てもらおっか。赤い違うです。アグブに近い言い方なら赤では。わ。自分で買ったのかな。これでいいんですかね。自分で買ったんだったらわかるかも。自分で買ったっていうか買ってもらったんだったらね。RCA、そうですな。そう、あれ RGB ってあれのことじゃないからね。ちょっ とかっあ、こもいいし、ぞ。むしろ RGB って赤と青と緑だから。色が全然違う。ちょっとかっこいい。うん。ちょ、CG になっちゃったね。さあ、ヒンどうトはあだ。るのか？わら。宝と宝か。とかばっかうーん、り。宝だね。以前のタイムシフトから来ましたいらっヒしテイゃガい。スウルールズさん、よろしく。ル。高いのか安いのかよくわからんお値段だな。いくわら。ら？いくら？どこに値段書いてあるの？ああ、3680円か。ゲーム機本体買ってゲーム買うよりは全然安いけど、これしかできバないカなと思のうとはちょ大っとっ変ていだうね。な。3000円なら買いたい。お買い得って書いてあるから安くなってこれだね。プラグイットシリーズ。さあ、スマホにしてはちょっと遅い。スマホでもここまで遅いかね。どうなんだろう。他になんかねえかな。ガンガン、これは違うね。ゲーム画面がちょっ突然とでわすかが、依んない頼いいね。ですか？依頼、まだちょっと待ってくださいね。ベラタグクダロイス君くさらいあん。る順自番信待はあちり中まですすよ、こよ。れ。ベタクロこスのさん。感はじい。の色だったような気がします。へえ。あ、そう。ただね、これ以上情報がねえんだよね。残念ながら。これの情報、ガンガンレボリューションは、アマゾンで手に入りますので。ラグあ、ダイ君買わないで。アゲーマム機ゾンはでクもラサンキュッパなんだけど、ス新依頼し品たが。いので順番待ちいいですか？あー、ちょっだっと待って。て複数ここ頼行っんてくのださか？い。見たような使いゲーム方法動ちょう画、だはい。い。ジャンク一郎さん、はい。別パッケ今日も来る URL な。省略。はい、じゃあ、別パッケ。同じゲームなんだろうね、ちゃんと。アマゾンでは今、中古687円に送料かな。これガンガンアドベンチャー、そっか。ガンガンレボリューション。あれ？別もんだよ、これ。これだからガンガンアドベンチャーとガンガンレボリューション違うんだって。ガンガンレボリューションがちょっと近いというか、らしいです。で、さっき動画見てもらったのがガンガンアドベンチャーね。動画はあったんですよ、これはむしろ。ガンガンアドベンチャー、動で画も見なんまかし同た。じシリーズもうなのよかろな、こしいれ。ですか？ダッシチ。リーズ一緒だね、宝だから、多分ね。ダッチさん、はい。ビデオチャレンジャーみたいだな。へえ、ビデオチャレンジャー。なんだろう。とりあえず、プラグ&プレイっていうか、これ系だと思うんで、宝のガンガン、中レ古っボてリハューンションターでいいんがじ使ゃってね？そう。多分、それ以外はないみたい。宝が出してる2品以外、2本ではちょっと、なさそう。どうでしょう？納得していただけますか？記憶が曖昧で。いや、これね、動画がないんだよね。ガンガン、レボリューション。海外の人もやってなさそうだな、これな。ビデオ配列ガンコンで遊ぶやつです。うん、セーフ。CM はヒットした。わこ、嘘？す。ど今日はれ？大盛況ですね。どわれこ、よ、どれよ。今日も依頼たくさんだね。そうだね。あの動画をアップして依頼がなかったらさすがにへこむよ。前もあの動画、あのシリーズ2作目じゃん。1作目も、すげえ大盛況だったんで、今回2作目をアップしたんですよ。依頼がちょっと減ってきたタイミングでね。うん、海外にもねえな。ねえな。ダメだ。CM とやらをください。あった。見つけちゃった。これがさっきのちょっと違う方のやつ。2人同時でできるやつ。なんで画面ちっちゃいの、これ。こっちか。ほんと？これはさっきのやつの 2人用らしいです。2つ同時に、2つ銃が入っていて、まあ同時、2人同時とかで遊べるんでしょ。2人同時できなかっこのた感じ懐ら、かしいガわンガンら。レボリューションだと思います。さあ、メルカさんどうなの？まだ若いな。へへ、若いね。まあ、そこ、あ、そうね。チムはいい。ゲーム画面を映せ。へへへ。
まあまあまあ、まあ、形状で判断してもらうしかないですね。うん、でもそんな結構曖昧らしいからいいんじゃない、ガンガンレボリューションで。もうでも銃がやっぱりこれ見てピンときたらしいから、まあこれらしいんだけどね、パッケージ覚えてなくても、まあゲームはそんなに変わらないんじゃねえのかな。今の人たちは TIM ですね。何の略なんだっけ。初見です、丸や。よろしく。ちょっと反応がちょっと遅すぎるな、スマホとはいえちょっと遅いな。ちょっともうこれ以上待てんな。ガンガンレボリューション、あ、命の人ですね。うん、ガンガンレボリューションだと多分思います。うん、あー、そうだ、懐かしい。いいと思う、あなたのちょっとしたそのピンときた感じは間違いないと思います。うん、動画がねこっちの方なかったけど、多分内容あんま変わんないと思うんだよね。そこまで作り変える必要はないような気がするし、2人同時にできるかどうかだけだと思うんだよね。あんまそこまで変えないと思うんだよ。ガンガンレボリューション、ガンガンアドベンチャー、あ、黒森さんですね。はい、黒森、88でいい、黒森ブデンさん、はい、オッケー、いいです。はい、メルカさんが探してたのはガンガンレボリューション、特徴とか一切なかったね。まあでもあれだよね、ガンシューティングって言うんですか、銃が本体のゲームって、まあこれだよ、ゲーム内容というか、それが、それ、このジャンルでいっぱい似たものがあるんだったら詳細必要だけど、まあこんなもんでしょう。うん、多分でいいよ、記憶なんてそんなもんだ。DJ 何？パンキャンディーか。はい。人の記憶などこんなもんです。ありがとうございました。お疲れ様でした。字を赤から白に戻してください。わかんない。射的キングかと思った。はい。余計なこと言わなくていいよ。あれオムライスさんって昨日は？はい、ロットさんよろしく。今日は盛況だな。まあ、今日もだね。今日だって金土日でこうだもん。依頼。あれ、あ、昨日行かなかったんだっけ。そらそらさ。あ、はいはい、またやんの？連続であまりちょっと。まあ、いっか。うん。あーいいよ。黒さん、いいの、疲れ。3時間雑談枠とかあり得る放送とは思えない。そう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 。所長さんお疲れ様です。ああ、お疲れ。昨日よりは疲れてない。なぜか。今日マイクラのとちょっと寝たからさ。昨日の方は早く行けるといいね。まあ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 。まあしょうがない。これはまあ順番なんでね。よし、じゃあ DJ さん、さっさと行こうか。字を赤くして行こうぜ。ん？ろくろさん、はい。オムライスさん昨日最後に連投していた方？あー、そうなのかな？まあ大丈夫。イヤヨがついてない人は大丈夫です。イヤヨの人はもう一回しか受けません。イヤヨを取るか、んですね。イヤヨ取る。そうじゃないとちょっとひでえ目に遭うことがあるんで、その、はい。PC！ これいつ特徴を言ったらいいんですか？いや、だからとりあえず、PC って何？ PC って、PC はダメよ。それはプレイステーション4とかプレステをゲーム機と呼んでるようなもんだから、PC って言っちゃうと、さすがに無責任すぎる。もうちょっと細かく PC、何の PC なのかを言ってください。PC は機種とは言わない。Mac？ あ、Mac ね。じゃあ Mac で。これ大変なのかな？マンホールかムーンどっちかじゃない？さあ、これ Mac はちょっと今までなかなかやったことないね。行ってみるか。ちょっと PC はちょっとお控え願ってるんですけれども、動画を見てきてくれたんだったら、ちょっともうちょっとちゃんと見てほしかった動画を。はい。ドス税いるのかな？ Mac 専用じゃない。うん。パソコンは、あのね、俺たちが苦手っていう以上に、すごく曖昧なんですよ。依頼を出してくる人が非常に曖昧で、自分で買ったものでない場合が非常に多くて、そこまでわからなくて聞くのはちょっと無責任すぎないかっていうことが多すぎるんで、ちょっとあまりやんないでもらってるんですけど、どんどん、じゃあ、とりあえずもう受けちゃったんで、情報をください。何年前、もう何歳とかの方がいいな。ドクロが出てくる。あー、ウルティマっぽいね、なんかね。見下ろし型 RPG。
はい。ディアブロ？ディアブロって斜めなの？ああ、そっか。ディアブロってマックにあんのかい？邪聖剣ネクロマンサー。妖芸によくありがちな感じだけどね。ゼルタンさんいらっしゃい。チェルノブ。お久しぶり。現在22歳なのですチェルノブよろしく。ちっちゃすぎるよ。おい、サンゴ祭のおもりは無理だって、さすがに。はい。これは、この依頼はちょっと、9時半までにします。やれてもね。これはちょっとなぁ、サンゴ祭で探さなきゃいけないのか。幼児のおもちゃを思いっきり探すっていうのはちょっとつれぇ。もう、絶対買えよ、お前、これ見つかったら。マックごと買えよ、だったら。探してやるから。無責任だぞ、それ。人に探させて、ああ、そうですか、ありがとうございました、じゃあ。そういう枠だからな、ここは。それを厳しいとか、なんか、言われても、ちょっと、ほんと、たまったもんじゃねえよ。何年前なんだろう、これ。今だから22か、20年前ぐらいか、でも、言ったら。はい。マックごと買えよ。今、マック買わなくても動くのかな？ソルバーさん。ソルバーさんってどこだろう？ソルバーさん、はい。オッケー。とりあえず、依頼があると言って、俺が全く気づいてない場合は教えてください。はい。あと、何番で言ってるか教えてくれると助かる。何個目で。だって15年前だからね。ほうほうほう。じゃあまあそれに近い、もうウルティマオンラインとかぐらいよりは全然最近か。まあでもいつのゲームやってるかわかんないもんな。とりあえず DJ さんはどんどん依頼じゃねえや、どんどん記憶を出してください。それがあなたの今あなたがやるべき仕事です。それ以外はやっちゃダメです。このゲームの特徴をどんどん言う。あまりにも曖昧すぎたら、ちょっとさすがにちょっと無責任だと思うんで、これ、俺たちは人海戦術で、端から端まで全部該当するゲームを探す人たちじゃないんで、うわぁ、もう色始まったよ。それ場所によって違くね。怖いわぁ。俺たち、ボロ雑巾みたいに使われておしまい、終わりなのかな。斜め目線、ディアブロ2。ひよっこさんいらっしゃい。レンリさんもいらっしゃい。チンさんいらっしゃい。ひまじんさんよろしく。特徴が出るほど探す人のモチベは上がる。そうねー。とか出ないんだったら探しようねえもん。動画から来ました。いらっしゃい。外フィールドか地下でだいぶ絞れる。面白そうだね。ディアブロ。なんかディアブロ2プレミアついてるんだっけ？見つかったら買ったよ。報告義務にしちゃえ。そうだね。まあ画像付きで報告。なんかいいや。ありがとうございました。待って、ディアブロ2ってマックにあんの？聞かない方がいいかもしんない。聞かない方がいいかなぁ。ウルズさんじゃないな。ウルズさん動画持ってきたから、ウルズさんは入ります。ウルズさんの、がセンタリングを打ってるから、センタリングを上げた人がいるんだ。スオーさんかな？スオーさん。あるんだ！へぇー。あ、ドクロなんだ。へぇー。タイトル画面ドクロあんだって。よかった。ドクロだって。ディアブロ2は今何十万するんだっけ？すげえプレミアついてると聞いたんだけど。違ったっけ？ディアブロ2、何十万するんだっけ今。20万だっけ？あと5分。いや、もう延長しました。家にパッケージある。いや、ディアブロ2ってなんか日本語版がめちゃめちゃプレミアついてるって聞いたんだけど。買ってね。いや。あ、アマゾンで5000円だってよかったな。あ、そうなんだ。俺が聞いたやつはなんだ？何のこと？ディアブロ2。ロードオブなんたらだね。へぇ、俺なんか何十万もするって聞いたんだけど。なぜそんな値段が乗りん？なんかいや、それディアブロじゃないかもしれない。親のゲームをよくわからずにプレイ。ディアブロ2なんたらっていうバージョンが、5000、一番安くて5000円だそうです。確かペン
ンドがむっちゃ高くなってる。アペンドが高いのか。前探してた大列車強盗なんか数十万。日本語版クルセイダーキングス2。いや、なんかディアブロって言いたいような気がしたんだけどな。今のモアプグは全部ディアブロのパクリという話もある。そうなの。そうか。まあ基礎を作ったっていうのはあるのかもね。ドラクエみたいなね。当時のマックを入手するのが大変か。まあマックじゃなくてもディアブロ2ならいいんじゃない。許そこは許そうぜ。そういう枠じゃねえから。そこまで縛る枠じゃねえから。はい、じゃあディアブロ2ということでよかったな、俺たち的にも。よかったよ、俺どうなることやると思ったよ。3歳、さすがに3歳はさ、3歳5歳なんて俺 MZ80K とかやってたぜ。ベタクロスさん、よし、じゃあ DJ さんは字を赤から白に戻しておとなしくしてください。ありがとうございました。ベタクロスさんどこですか。私も親がやってたな。親がやらせてたのにしても、親がやったんじゃない、ディアブロは。今日も順番並んでもよろしいですか。顔なしさん、確かメモリが 32MB とか 64MB が主流だった時代やな。へぇ、はい、海外版ならもう大きく変える。有志の日本語パッチも多分ある。お、今日も依頼者多いな。どこだ、今はそのぐらいの。ベタクロスさん、あ、いない。次の人行こっか。ちょっと返事しろや、それとりあえずよ。お前も飛ばすとこだったぞ今。ベタクロス、冷圧消えた。いるいるいる。スマホなのかな。アンパンマンか。アンパンマンのこれ何、機種、何機種。上から順に答えてくれ。よろしいですか。マルヤさん、はい、じゃあここら辺で折り返すか。こんな感じなんでよろしければ。ユリポエ、マルヤさん。緊張感を持ってやってください。ブチ切れますよ。いや、ブチ切れてないよ俺一回も放送でブチ切れたことないわ。放送でブチ切れたら俺は放送を切ります。これはこういうなんだろう、こういう盛り上げ方をする放送なんでね。常時切れてる映像あります。スマホかな。弱者だな、そんな。こんなんで切れてると思ってんだったら何にもできないね。社会には出れんぞ。上州小じからかな。はい。さあ、ベタクロスさんがもう冷圧が消えたね。アンパンマンって言ったところから。関連竹山かな。切れてないっすよ。あの、こんなもんで切れてると思われたら、ほんともしょうもないわ。社長はいつも優しいです。なんだかんだ言って俺は協力してんだからな。俺この枠取りたくねえんだからな、本当は。もう疲れるから。みんなが好きだから取ってやってんだよ。頼むよ、優しいんだよ俺は。情報はよ。嫌なら帰れ、もうほんと。さあ、もうベタクロスさんがいなくなったな。そうな。眠い、疲れてるし、眠い時はそうじゃん、みんな。いや、だって、ベタクロスさんがこんな調子なんだぜ。そりゃさ、ちょっとめんどくさくなるじゃん。カタカナで書くの。よろしくお願いします。ナバチタさん。気抜くなよ。ここほんとマジ緊張感持ってやってくれよ。依頼するんだったらそれなりの覚悟をしてください。ベタクロスさん消えたね。消えちゃったね。それともなんか書けないんじゃない、なんか。NG ワードばっか書いて。書けないとか。ファミコンにもあるしな。アンパンマンは。ね、ベタクロスさん。ポップコーンをあれか、作ってくれるやつか。スマホの電池切れた気はする。情報まとめてコピペできるように、もっとスムーズ。ピコならピコ。とりあえず、順番待ちしてる人は覚悟してください。あと、もう自分でググったりとかしてください。そうすると、情報をまとめやすくなるんだよね。いやいやいや、そんなこと一言も言ってないよ、ポップコーンとか。え、それ雑誌以来ってこと？雑誌系はだって本人がそれ見てわかるかどうかがわからないじゃん。本当にこれなんだろうかっていうのが、そこがもう難しいんですよ。そうなると、その依頼してくれた人も俺たちもみんなが幸せになれないじゃん。で、一枚しかないとさ、そのシーンを見つけ出さなきゃいけなくなるんだよ、俺たちは。そのシーン、そのゲームなのに、そのシーンがないからわかんないって言われちゃうでしょ。これね、むずいんですよね。そのシーンがどのシーンなのかだよ。俺たちはもうね、5、6年この放送やってるからわかるけど、1枚しか写真がないのはそういうめんどくささがある。なので、覚悟を決めるんだったらいいよ。もう20万のゲームでも買いますぐらいの覚悟だったら。
製品あとゲームじゃない場合もあるからな、ほんと下手すると。じゃあベタクロスさんはいないので、もうちょっと、じゃあちょっとまた依頼し直してください。あのもういない、いないんでね。はい、じゃあジャンクさん行きましょう。ジャンク一郎さん、じゃあベタクロスさん、ちょっとここに赤字で。だってやっぱ分かんないよ、それ本人が一番分かんないんだよ。でもまあやりたいんだったらやりましょうよ。お願いします。はい。ただ雑誌もそこまで鮮明に覚えてんだったらやる。やってもいいよ。おい、メダルゲーム。メダルゲームすげえ特徴ある。動画見た？動画見た？あの、ジャンク一郎さんがそれほどの記憶があるならいいよ。やろうよ、じゃあ。それとも、やっぱこれ似てるけどなんか違う気がしますみたいなのがうだうだするようだとちょっときついです。メダルゲームとか振りゲーはちょっときついっていうのは、それ本人がやっぱ記憶をそこまで鮮明に持ってない。他にも似たゲームがいっぱいある場合があるんで。パソコンだしな、今日一発目かな。じゃあ行こうぜ。よし、日本全国のメダルゲームを探してくださいね。じゃあそれ見つかった暁には、じゃあ行こうぜ。特徴メダルゲームね。そんなことねえよ、むしろ昔の方が厳しかった。昔の動画をちゃんと見てください。もう4年分ぐらい動画がアップされてるんで。2015年は多分一番切れてる。2014年かな、5年かな。そうだな、もしかしたら分かるかもしれんからな。プレイ年齢、小学校高学年。あとベラスケスさんはちょっと黙ってくれる。ちょっとうるさい、あの追い出すよ、普通に追い出すよ。もうあと次はないから、色塗っとくから。お前なんか余計なことばっかり言うから。特徴まだ言ってないよね。はい、調べても出なかった。うん、調べても出ないのは当たり前なんだよ。調べて出ないものしか俺たちは探さないから。自分で調べてないのはほんと勘弁して。とりあえず調べて調べて分かんない人が、ここに、とりあえず駆け込んでほしい。いや、メダルゲームのタイトルを言ったけど。うるせえよ、お前 UR 持ってこいよ。あの、まだ、こう決め打ちとかいう空気じゃないから、やめて、あ、もうごめん。お前もう本当に半分突っ込んでっから。うるさいわ。悪いけど、苦情入ってっから、お前。俺の意見だけじゃなくて、リスナーの総意です。そろそろ本当追い出す。ただただ邪魔だから。はい、苦情入りましたね、もう一個ね。はい。ベラスケスさんは本当に自重してください、これから。苦情は一件じゃないですよ。はい。あ、へぇー。主人公が女警官、女盗賊。へぇー。ちょっと特徴あるね。あ、消してるから、結構依頼、あ。じゃあ、もう一発で本当に消します。ありがとうございました。うん、邪魔ですから。ただただ邪魔な人がいるんでね。みんながやってるコメントと君がやってるコメントはちょっと違うから、質が。うん。もう黙った方がいいよ。今日黙っ、一言も言わない方がまだ、多分いいと思います。561個目も依頼主さんのですね。え？本当にごめんなさい。プッシャーゲームってあのメダルを押し出すやつ？ジャンル。プッシャーゲームってなる。これ難しそうだね。みんながガヤガヤしてるのと、ベラスケスさんがガヤガヤしてるの別ですから。君のやつは痛いから。君だけ空気読めずに痛い、こう、殴り方痛いからさ。そっすね、プッシャー押し出す系。だからメダルを押し出す系のゲームで、ちょっと今日はちょっと本当黙った方がいいかもしれない。で、ジャックポット的なのはあったのか覚えてる？いやー、でもその絵柄のメダル押し出すやつがあればいいだけの話なんじゃないの？それでもそんなに、それを、もう絞んないと結構多いのかな、それ系のって。でもそんなに簡単に出たら多分、ジャンク一郎さんが探した時出てるよね。ああ、そう。じゃあどんどん言ってください。コイン入れる時にこうなんか、いろんなシステムがあるのかとかね。上からレール。上から落とすやつなのか、
若干レールで動かせるやつがあるか。え？スーパーボールが乗っかってるかどうかも。へえ、それ見せ事に違うんじゃないの？わかんないけど。ボールのあるなしか。ジャックポットあるらしいです。プッシャーが全部出て水着姿になる。あー、特徴かなりあるね。返すの遅くなりました。ゲーム画面1枚が強烈に残ってる。いや、だからそ、もう知らんぞ、じゃあ。もうこれ2、1ヶ月。ナバチタさん？ナバチタさん？お！心強い。巨大なゲーセンだったらありがたいね。プッシャーか。プッシャー系だそうです。はい。あ、スタナーさんがなんか触れたね。なんだこの支援物資は。開けてみよう。横からメダルを入れて、上から出てたかも。横から入れて上から出る。な、変なゲームだね。コナミ。こんな子供向けみたいな感じなの？子供向けじゃねえのか、別に。あー、なんかいるね。画面がついてるね。ん？これなんか違うの？ごめん、ちょっとゲームの全容が全然見えない、これ。画面しか見えないけど。これが一応なんか女スパイみたいなあれなのか。横からメダルを入れて上から出る。はい。いらっしゃい。あ、リンさんよろしく。じゃ、これは違うと。プッシャー系でもないということかな？盤面落とし。わからん。お！なんか補給物資来たぞ。支援物資が。これでベラスケスが言ったやつだと面白いな。ベラスケスが言ったやつが正解だったらちょっと本当に、本当に面白いな、これ。ルーレットあるかどうかもヒントになる。ルーレット。押し出し系。その女スパイみたいなどこだ？女スパイじゃねえか。女警官か、女盗賊。女海賊だね。女か、これ女海賊？で、あれが全部出ると、なんかイラストが変わるのかな。女のキャラとかって画面の方に出てくるのか。画面はついてるもんなのかな、そもそもが。カザーンはプッシャーじゃないから大丈夫。あ、よかった。これで今日は安心だ。プッシャーは2段。さあ、ジャンクーさん、とりあえずこれ、こういう画面はある。画面ある系ね、オッケー。うん。画面ありと。液晶ありと。はい、URL が動画じゃねえぞ。でもこれがすげえ、ぴったり来るならこれがいいね。画面はかなりでっかい。どれ？スロット回るかどうか聞いてるらしいですけど。ルーレットあるならこれなんだけどな。ルーレットがあるなら今動画のやつと？これが女海賊のなんたらパイレーツってやつだね。ビンビンパイレーツ。タコが書いてある。右の動画と左の画像は別物です。ゲームはね。モノカさんがくれたやつと、あとだ、なんだこれ。ナナシアさんがくれたやつ。昔のたこ焼きの屋台みたい。ねえ。状態は右に近い感じです。まあ、右が近い。何を見れば思い出すの？これ見ても画面の何かを見ないとわかんない。戦ってるよ。戦ってるよ、戦ってるよ。何々を狙うって書いてる。画面がピントが全然合ってねえんだよ。なんか当たって全部出てくる。どうだろう。お！水着が出る？全部出る。出てない。それが全部出るわけねえか。あれが全部出たら大変だよ。ここになんか絵が描いてあるのか。さあ、どうだ？ポケットパイレーツ？広告ありがとうございます。これでまた延長ができます。水着見なきゃわかんねえのかよ。マジかよ。水着のイラストがなきゃわかんないのかい。マジかよ。コナミカリビアン、ん？コナミ風カリビアン。あー、この人見覚えは？消えちゃった。この人、水着
次に釘付けすぎだろ。ネズミのインパクトは子供心にインパクトある。あのね、この探し枠の特徴としてこういうのがメダルゲームだ。これ結局ちょっと女の子可愛かったりとかするのがすごく多いです。またあの子見たいみたいなことで依頼される方が非常に多いです。どうせお前これ見たかったんだろうっていう。海賊じゃなかった。海賊じゃなかった。だって警官だか怪盗だかがわからないんだぜ。海賊の可能性だってあんだろう。だいたい水着になるんだったらこいつだろう。怪盗より警官よりもこいつだろ、水着になるんだったら。女の子の髪の色とか覚えてるかって。だいたいちょっと絵が見えないんだよね。ちょっと調べてみようか。マリンちゃんかい？言ってないよ。お前が一番言ってる感じになっちゃってる。コナミ。アイビーさんいらっしゃい。最近ある。ルーレットみたいなのはついてたって言ってなかった？画面はある。ルーレットに関しては言ってねえな、一言も。海物語あるの？このキャラどうなってんだか全然わかんない。ピントが合わねえんだよ。これも当たってんのかな？お、何が出た？あ、まだある？まだ怪しいやつがあるらしいです。これと、ビンビンパイレーツ。今回も依頼多くて嬉しいね。おう。あまり俺は嬉しくないんだけど、めんどくせえから。疲れるから。みんなが嬉しいんだって、俺は嬉しくないんだ。俺はこの枠は義務で取ってるだけだから。こんなにでかくなかったです。申し訳ないけど。前から言ってるけど。俺はこの枠別好きじゃない。お疲れ様です。ただ人気があるし、みんなが取れと言うから取ってるんだ。みんなに喜んでもらえるのはいいからね。みんなのためのコミだから。お疲れ様です。うん。面白いです。はい。でもリスナーのために今日もありがとうございます。そうよ。まあ、こんだけまあね、盛り上がるってことはまあ、やらない手はないでしょ。ただ俺は疲れるんだよ、これ本当に。ありがとうございます。本当に疲れるのかな。この枠、マイナスが多いです、俺は。すぐ俺のこと嫌われるしさ。俺悪いこと言われるしさ。みんなのために撮ってんのに、なんでこんなに俺なんかマイナス要素ばっかな。疲れる、どんどん悪評がつくみたいな。にちゃんにすれ立てられたりとか。本当にさ。だったら他のやつが勝手にやれよ。本当によ。ありがとうございます。頼むよ、本当に。これはちょっと違うらしいね。スロットっていうのはどうなんだろうね。こんなにでかくないってなんだろう。でかいって何？大変なんだぜ。ただなんか誰でもできる枠じゃないと聞いているので。とりあえず。ああ、そうか。さあ、ジャンクさんの情報がこれ以上出なくなったね。ありがとうございます。ジャンクさん情報、もうないようです。はぁ、さあ、どうしようかね。でもやっぱパイレーツものあるんだな。やっぱこの財宝がガンガンみたいな感じで、ジャンジャンみたいなね。二人で座ってやるタイプだって。へぇ、これ結構ヒントになるのかな。職員さんいらっしゃい。デポさんもよろしく。リンコさんもよろしく。いや、ちょっと今日。今日ちょっとあまりちょっと推奨されないものばかり受けてるんで。だって普通のコンシューマーのゲームじゃねえんだもん、今日。ゲーセンの普通のゲームだったらいいよ、別にビデオゲームだったらさ。PC だったりなんかとんでもない、本当に。プラグ&プレイとか。プラグ&プレイが一番近い、まともだよ。言ったら。これもだって水着を着たその女の子のキャラが出なかったらわかんないんでしょ？はっきり言って。絶望的だよ、これだから。そういうことだろ、だから。女海賊が脱ぐんだったらすげえ腑に落ちるけどね、でもね。でも女警官が脱ぐのはまあ、そっか、ご褒美なのか。ああ、でも女警官なのか女盗賊なのか分かんない段階ですげえあやふやじゃん、言ったらね。もうだから、その段階で俺は何も信用できてないんだよね。
動画とか画像とか少ないんだよね。うん。コメンジュリーパートナー、対象かも様子で約8分の1チアス。ウィングファンタジア。はい。で？はい。対象かも。対象？あれこれさっき見たじゃん。これ一番最初に見たね。申し訳ねえ。書いてなかった。これは、さっき貼ってくれたやつだよね。え、これスタナさん。さっき貼んなかった？で、これなんか違うかもしれんって。あ、女怪盗、海賊みたいな、怪盗じゃねえ。でもこれさ、この画面しかわかんないんだよね、さっきから。プッシャーじゃないって言ったけど、プッシャーだったすまね。あ、プッシャーだったのね。ああ、そういうことか。ああ、ほんとだ、ほんとだ。じゃあ、女怪盗でなんか撮ってんだ、スマホで。あ、ここら辺か。画面でかくしまーす。うん。で、これが出てくるとイラストが、まあ、ダメだ。普通に出るだけだ。このキャラ、水着見なきゃわかんないでしょ、このゲームだとしても。無理じゃねえ、それ。この画面見てわかんないようじゃ無理じゃねえ。そしてもう喋らなくなっちゃったけど。そりゃそうだよ、もったいない。もう言うことないんだもん。これ以上ないんだもん、記憶が。さあ。この動画だとジプまで行かないねー。あ、そう。URL 省略、ビンビンパレーツに筐体。あー、筐体。反応がない、うん。反応がなくなっちゃった。普通のスライドの時はギリギリ見えない。へぇー、じゃあ、ちょっとは見えてるってこと？2010年って書いてあるね。2010年に出たゲームだとやってる可能性はまあギリあるか。いや、そんなことねえな。これまだ7年前だから無理か。結局違うのよ。だから、水着が見ない、水着を見ないともう二度、絶対に思い出せないみたい。そこが、やばいんだよ。ビンビンパイレーツ、パイレーツじゃねえって言ってんのよな。水着が出る。筐体見てもだからわかんないんじゃないの、単に。もうその水着の女の子を見て、あーって。これだーってなるしかないんでしょう。メダルゲーは割と長く置くのも多いし、時代から判断できんの、うん。そうだね。小学校高学年はいろいろと多感な時期だね。その水着のキャラがすごい可愛かったみたいな。な、海物語系でもあるかもしんないね。水着の色何色だった？あ、水着ある？ある！水着きたー。さあ。いや、この水着じゃなくて、そのさ、スライドのところから出る水着見なきゃわかんない。こんなパツキン美女なの、これ。こんな感じじゃん。今、右の動画とは別ですね。性の目覚めをメダルゲーで迎えるのか。探し合うけど、たまにある。この性の目覚め系の話だ。このキャラどうでしょう。で、またパイレーツじゃん、これ。これじゃないですね。正常期みたい。パイレーツと1と2ね、じゃあ。初恋。1と2が違うと。このゲー、この枠でエロゲーを探してもいいけど、お前の性癖バレるよっていうのが意外とあるんで、気をつけてください。その覚悟だけはしてください。いろんな目覚めがあってもいいじゃないか。まあなあ。でもだ、違うの、問題は、その水着を見るまでもう、もうないんですよ。9時半過ぎちゃいましたね。あ、9時半過ぎた？よし、ギブアップ。水着がないからかわかんない、これ。うん。だからね。だからこのジャンク一郎さんがその水着だけ鮮明に覚えてるというちょっと敗因ですね。水着以外も忘れ、水着以外忘却のため、ちょっと続行不可能ですね。うん。痛い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 。まあ、まあしょうがない。だってこれ女警官なのか女怪盗なのかわかんない段階でやっぱりちょっと不安定なんですよ。そんなはっきりとした違いがあるものがわかんなくなっちゃってんだから、もう水着しか覚えてない。女であることと水着しか覚えてない。あとプッシャー系だったってことしか覚えてないということですね。記憶、まあ、情報不十分。ということで、マックの話？ 9 時半、ああ、そうかもしんないね。いや、でもちょっとこれも無理だよ。ありがとうございました。これはちょっと誰の幸せにもならんからやめとこう。だってこれ、画像か動画がないともう 100% わかんないから、その筐体がわかったところでね。んだからもう、そうそうそう、これ以上の情報がないとこれもう何もない。もう本当にこれ平行線だから。やめよ。誰も幸せにならん。順番待ちしてる人もいっぱいいるし。
物語系だとこれ憂鬱でハスドアナナクジ。ありがとう、ちょっと見ようぜ。メダルゲーコミュとかすげー領域だな。いや、メダルゲーは無理だって。俺ギャンブルまずやんないしさ。あのね、そこまでちょっと、子守屋でいい。今の人って誰？ああ、ほんとだ。小手半、これからでもいいんでつけてください。小手半必須枠です。まあな。メダルゲーはやる層が微妙に違いますから。いや、まあね。この水着どうですか？とか、このキャラでずっと水着じゃなかった。そこならわかるかも。はい、あ、ほんと。へぇ。水着。マリンちゃんも、この人ですかね。いや、今23だったらわかんねえの、わかんねえのかな。テレビ CM とかやってると思うんだけど。最近見ねえけど。あとメダルゲームは、さあ、どうなんだ、ね、ジャンクさんどうなの、帰ったかな。そもそも水着見えちゃってるしね、最初から。そうじゃないんでしょ、水着は、これがドワーンって出た時しか見えないんでしょ。これじゃない、はいはいはい、そうなんだよね。このスライドがドワーンって出た時だけ全容が見えて、エロー！ってなったんでしょ。うん。ピロリロリーンってなったと。はい。なので、あ、まだ来んの？まだ、おい、ちょっとまだ来るぞ。なんでこんなちょっと遅れ際に来たんだよ。でもなんか水着が出るらしいぞ。でもやっぱり女カイト。お来るのこれ。ジャンクちょっとリアクションよくお願いします。でもここじゃないね。あ、ここ？え？ここの円の中にあるわけじゃないね。いや、ここにあるんでしょ、絵が。こことか。うわ、マジで？まあ、待て。待て。ここにあるんだよね、絵が。俺はちょっと、もうちょっと前だった？あ、ここか。水着にはならないか。あ、そうなんだ。画面は、これ以上こ、ないね。ねえや。ガーディアンズトラップ。なかった。ありがとう。最後まで支援物資ありがとう。よし、次行くぞ。よし。ダッチさん。状態の雰囲気似てるんですけど違いますね。しょうがねえ。見つかったら教えて。よし。今後の人生で。よろしくお願いします。よし、ダッチさん行こう。じゃあ、ジャンクさんお疲れ。よし、ダッチさんは字が赤くなっている。機種、ジャンル、プレイ時の年齢、何年前という情報ははっきり言って無駄ですので、いりません。それが分かったところで、アイプレス1。それが分かったところで何の資料にもならん。だってプレステ1なのに10年前やりましたとか言うんだもん。そりゃ役に立たんだろ。どう考えたでも役に立たん。プレステ3が出た年だよ、それは。行くぞ。まともな騎士来た。うん、まともな騎士やっと来たね、これ。マリオブアーサスドンキーコングみたいな一面完結の。あー、魔界村、謎魔界村だ。ははーん。いサイじゃねえ。そう、謎魔界村ですね。はい、これは謎魔界村で。いいんじゃないでしょうか。はや、いや、知ってるゲーム。これ、この枠はこういう枠だから。みんながゲームに超詳しいバカが集まって、俺とかが含めてね。ゲームなんでそんな知ってんだよ。気持ち悪いっていう人たちが集まって、それを有効活用する枠なんで。本当はこうなんですよ。むしろこの依頼の流れが本来は。そうなんだ。なんか人海戦術っていうのはかなりね、見苦しいんですよね。そう、しょうがない。これはまあね、インクレディブルマシーンの続編の、ちょっとキャラ置き換えバージョンですね。違うんだ。何が違うんだろうね。マリオバースの時みたいに一画面完結の軽い謎解き。他にプレステで軽い謎解き。プレステはないですね。何が違うんだろう。はい。今22歳で小学生以下の時にやってた。ほら、22歳でプレステ1だぜ。じゃあ、レミングス？いやー、これ、マリオ、レミングスってプレステ1あるっけ？あと5分です、です、初期。はい。主人公の能力。あ、ぐっすん泳ぐか。あ、なわけはないかな。まさか、掘り当てくん？違うよね。ミスタードリラー？
ちょっと待って、画面ソロモンの鍵炎上します。時間でその穴は埋まってしまって、主人公が入ると脱出不可能。何にロードランナー、それロードランナーじゃねえか。プレステ1のレミングスが3D のだったような。うん、PS1 のロードランナー、キュービックロードランナーかな。ロードランナーボイ、煙突です。ロードランナー、煙突。 YD コエイトと別これですかね。それ自体はロード、あ、マリオと確かにあのはしごの感じは近いかもね。ロードランナー、わら、ロードランナーっぽい。一定時間でロードランナーだよね。穴が埋まるって、あなたの記憶は正しい、多分。はい、オッケー。それはあなたの記憶が非常に正しかった。俺たちはただ謎魔界村って言いたい気持ちがすごい抑えきれなかった。俺たちというか俺。はい、これはごめん、あのおっさんの良くないとこ出たね。違う、主人公合ってたわ。主人公のグースト、ちょっとこれもうコピペできないかもしれん、やっぱり。大変なんです、これはね。ここから撮ります。一定時間。そうなんだよね。ああ、それはもう謎魔界村でしょ。3分で終了っていうあれです。いや、あのね、違うの。あの、謎魔界村の方が、なんかこう、忘れててほしいゲームなんだよね。ああ、それはお前あれだよって言いてんだよ。おっさんは偉そうに。なので、しょうがないんです、これ。これは探し枠の性質上の問題です。ロードランナーを知らないんだもん、22歳は。しょうがないよ。それは俺たちにとってはもう、ゲームの古典のね、なんつうの、これ。教科書に載るようなゲームだから。メジャー、まあでも年代によってはもう知らない。ゲームキューブ以降はあんま出てないような気もするしね。まあ、プレステ3にもあるけど。さあ、じゃあ。まあ、だから若い、いや、だから、ぷよぷよ知らねえやついるんだ。大丈夫だよ。自分の常識が世間の常識とは限らんぞ。そんなわけで、ダチさんお疲れ。謎魔界村。いや、それは嘘です。その情報嘘です。やめてください。もう、ブロードアバンド社にダッシュでぶん殴られるから。お前何余計なことしてんだっす。チャンピオンシップとかもわからない。もうこれはじゃあもうあれだな。俺おっさん一般教養と。うん。これおっさんにとっては一般教養だと思います。ファミコンのかなり初期に出たんだね。うん。いや、申し訳ない。うん、マジンガー Z、ほんとウルトラマンみたいなって言ってた。ウルトラマンみたいなやつが戦ってましたって、マジンガーだったからな。さすがに。ロードランナー。はい、ちょっと遅れましたが、ロードランナーです。これね、ロードランナーいろんな機種に出てるんで、あの、いろいろ探してみてください。面白いですよ。ただちょっと難しいですけど。うん、マイナーだと思う。俺もちょっとパッケージまではよく覚えてないね。ボンバーマン、だってハドソンが勝手にやって、ブローダーバンド社っていう、ねえ、違うんだよ。だから自分のディズニーのミッキーが、なんて言えばいいの？ミッキーマウスが服を脱ぐとメトロイドになりますみたいな、なんて言えばいいの？ブローダーバンドが認めてないんでしょ、あれ。ボンバーマンだって。勝手なことすんだみたいなことじゃん。うん、マグナはキャラ借りただけ。ボンバーマン。いや、ボンバーマンって、クリアするとロードランナーになるんですよ。はい、やってみます。はい、はい。とりあえず次の人行こう。ちょっと申し訳ない。その、ボンバーマンの話はちょっと怒られたかどうかはちょっと俺は定かではない。でもあれはただことじゃないと思うんだよね。勝手にやっちゃった系だと思うんだよね。じゃあ次の方、オムライスさんやっときたね。パソコンの人だっけ、オムライスさんって。違うよね。にゃーごさんよろしく。じゃあオムライスさん行こうか。さあ、やっとオムライス赤いよ、もう。よし。ちょっと待って。どういうことと PC って何？ PC エンジンのことだったらいいけど。パソコンにフロッピーディスクを入れてやってた。同じゲームをユージが、じゃあ、スーファミでいいじゃねえかよ。パソコンに移植があるゲームってことね。はいはい、移植された、あ、パソコン、大体パソコンだわ、それは。スーファミからパソコンに移植されたゲームねえんじゃねえか。うん。
ほっとくと自動で進むリアルタイム系のパズルゲーム。パズルゲームってどういうパズルゲーム？ロックマン X さんかなと、ダンジョンマスターみたいな。ほっとくと自動で進むリアルタイム系。あ、レミングスのこと？ああ、ダイナーブラザーズ系のゲームタイプ。横スクアクションってことかい？レミングス、チクタク弾丸みたいな。レミングス、ロードモナーク？いや、レミングスじゃない。ロードモナークも自動で進むんだ、あれ。レミングス、アトスか、ロードモナークかな。ロードモナーク。RTA、ああ、そうか、ダイナーブラザーズってあれか。これじゃないわ。でかいね、意外と。あ、レミングスじゃないね。あの、ダイナブラザーズ間違えた、俺。何かと勘違いしたわ。レミングスと。ロードモナーグ、どれが怪しい？あ、ロードモナーグ怪しいんだ。ユニットに命令できる。自動で進むね。うん。スーファミ版、なんだこれ。グッスンおよよ、パソゲーじゃないな。モナーク。モナーク系っぽいね。はい。これだけ？この動画これだけ？いいのかな、これで。こんな、ワイドマップみたいな感じで、のゲームだっけ、このゲームって。なんかもうちょっと。ああ、早い。ロードもなくてこんな画面なの？へえ、なんかどこだっけ？ファルコムのゲームだっけ？あ、ファルコムか。なんかファルコムらしくねえゲームだなと思った。はい。オムライスさんが探していたのはロードモナークでした。早く言った人が犯人です。デポさんかな？デポさんかな？デポさん。ひらがなかな？うん。あ、パチパチになっちゃった。あ、プレステにもあるそうです。デポさんってひらがなかカタカナかわかんねえな。どっか行っちゃったな。どこに行っちゃったかな。あ、痛い、ひらがなだ。あ、シミュレーションだよね、確かね。初見です、はい、こんばんは。テンポがいいっすね。はい、まあしょうがないこれはね。じゃあメルカさん終わったんだっけ？メルカさんってどこだ？あ、終わってるわ。あーね、いや結構有名よこのゲームは。俺は知ってた、やったことねえけど。出てるね。あ、そう。でもこれ一個で完結なゲームなんじゃないの？そう。だから俺はロードね、なんか興味は持ったんだけど、これ俺はちょっと違うなと思って。アドバンス版があんの？それともアドバンス、なんたらロードモナークアドバンスっていうのがあんの？クラフォードさん何者？クラフォードさんどこ行った？ん？ん？プレステ版のマップバランス調整してました！おい！新海誠会ったことある？世代じゃないから、こういうゲーム知れるの？クラフォードさん、新海誠会った？あの感じだった。そらさんと。アドバンスドロードモナーク。そらそらさん、いやー、ないんだ。開発元の人、開発元、あー、ロードモナーク。小四郎さんは結構早くいなくなってんだよね。でもね、あの人たちはね、ファミコンより新しくない。どういうこと？ん？どういうことファミコン？おお、クラフォードさんは今現役じゃないのかな？でも、もっと上の人なのかな？らしいです。Win95 番って今遊べんのかな、簡単に。ファミコンより古いってこと？より新しくはない。ああ、じゃあカセットビジョンとかピュータとかああいうことか。ファミコンより古い機種ってこと？ファミコンかもしれないってこと？ちょっと難しいぞ、これ。いろんな意味でむずいぞ。ちょっと待って、赤い人、そらそらさん以外は字を赤くしないでください。依頼受けた方で直してない方はお願いします。ファミコンも含めてんのかね？聖剣アチョーとかかね？なんだろう？うわぁ。あ、ベタクロスさん。あ、そうそう、この赤い人、ごめん、ちょっとこういうの突っ込むのやめてくれる？アイビーさんか。ごめん、ちょっとわかんなかったら静観してくれ。忙しい時言わないでくれ。もうずっと忙しいけど。ロードランナ
ーくらいの主人公の大きさ。うん、スペランカーとかロードランナーぐらいのキャラの大きさ。右スクロールゲーってこと？ほうほう。うん。とりあえずベタクロスさんは途中でいなくなりました。弾が点滅してて撃って攻撃する。ファミコンでは絶対にないってことで、うん、その辺ちょっと教えてほしいんだけど、そのファミコンのなんたらっていうのは。スカイキッドとかシューティングではないですよね。テグザー？あー、テグザーあったね。左スクロールって言ってるよ。あ、ごめん、どこに、どこで、あ、進行方向左、はいはいはい。あ、進行方向左なんてもうほとんどないじゃない。あ、書いてあるか。うん、ごめんごめん。上、サンウェイが、え、ワンウェイがスリーウェイになるとかのアイテムがあると。左に進むシューティングゲームって前もあったけどさ、これ記憶違いだったよ、ただのね。左に進むシューティング、シューティングとは言ってないのか、これ。シューティングじゃないで、アクション、アクションか。あー、なるほど。じゃあ、ファミコンより古い機種だ。ファミコンよりというか、ファミコン以外の、ファミコン同年代の、同年代付近の機種と。まあ、家庭用だよね。自分で、あ、ランボーの、ランナーの過去がボンバーマン、ありがとう。はい。時期は人間です。あと、小手半必須なんでよろしく。あと、この、追加情報別に小手半はいらないけど。時期は人間。時期、わら。うん、時期人間と。場合によっては左に進む宛名もあり得る。まあ、場合によってか、どうなんだろうね。うん。どうなんですかね。ずーっと左にスクロールしてんだろうか。アクション。左のみなんか。ああ、3ウェイ。聖剣アチョウって左、あ、じゃない。熱血カンフーロードって、左スクロールだっけ？あ、右だわ。どれぐらいのグラフィックなんだろうね。ちょっとわかんないけどね。ファミコンよりグラフィック汚いのかな？これ右だわ。これぐらいのグラフィックなんだろうか。これは右スク、でもスパルタン X は左スクロール面もあるからな。左か、右はたくさんあるのに。いや、左は少ないからこそヒントにはなると思うんだよ。本当に、本当ならね。本当ならね。人間が左に向かって進んで弾を撃つゲーム。はい、わかってるわかってる。これはまあ、該当する部分があまりにもない。弾撃てないし。うーん。あー、そっかそっか。うん。でもそうね。影の伝説は左スクロールだし、確かに。確かに影は 3way とかになるっけ？なるな。でもファミコンの全部見たんでしょ？左スクロールならスパルタン X とか。うん、そうね。最初左だもんね。影の伝説が 3way とかっていうか、その。うん。弾撃てるっけあれ。ジキルとハイド。うん、だからそれが、オーマーが時だっけ。このゲームが一応なんかすげえ、5方向ぐらいにバーンって撃てるようになるけど。どうですか？アルカディア系統も入る？アルカディア、アルカディア。あるならね、該当するんだったらね。主人公の見た目どんな感じですか？キャラクターの見た目。あと世界観。スペランカーぐらいの大きさって小さいな。ちっちゃいな、キャラはな。ちょっともうちょっと、もっと、もうちょっとズームした情報を聞きたいね。どう違うか教えて。キャラクターが和風なのか洋風なのかとかさ、なんかちょっと SF っぽいっていうか、その、見た目の情報？ジャジャマル君。いや、ファミコンは全リスト見たらしいんだよ。それで違ったんだって。ジャジャマル君はあれしかステージがないから多分間違いようがない。影だったら意外とステージ数多いからわかんないけど、その動画でどこで使われてるかわかんないからね。そういう可能性を組んで俺はこれを持ってきてます。柱の章は左スクロールの印象はあんまねえな。そう、ファミコンの全部は見たらしい。全部紹介動画みたいなね。黙っちゃった。あ、多分ファンタジー系、待って、違う、主人公の。ファミコン以外のハードって持ってましたか？何のハード持ってたんだろうね。自分、これ買ってないでしょ。自分で買ってプレイしてないでしょ。
何のハードだかもうわかんないんだよね、多分ね。ねえ、そういうことだよね。多分自分で持ってなくて、どっかでやって、一回やったかにぐらいしかやってないでしょ。友達ん家で一回やったとか、スーパー、スタンカームスーパーで。あ、じゃあファミコン、あ、じゃあファミコンなんじゃないの？もうちょっと詳細教えてよ、だから。覚えてる限り。そんなに忘れちゃったら正解見てもわかんねえぞ。さすがに。どんなシーンが印象的だった？世界観。どんな建物っていうかさ、どんな、主人公どんな色でとか。地面だと思うんだ、アクションだから。意外となんだ。南の島みたいな場所でしたとか。スカイキッドって出たかな。地面を歩いていたと。そうだね。意外とあるんだね。弾撃てねえからな。主人公の色は？敵も人だったのかとか。あとその、主人公って剣士？魔法使い？どういう、弾を撃って攻撃してるらしいよ。いや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 。弾を撃って、あ、コンボイ？弾が光ってんでしょ？赤と白にベーって。いやー、ファミコンにはねえな。でも左スクロールの面はないな。ドラスレオン。何かすごくダイナミックな勘違いをしている可能性があるね。5歳、6歳だよ、だって。地面歩く、ファンタジー、弾増える。うん。ファンタジーゾーン、上下のマップ移動とかありました？主人公の色とかわかる？コンボイ思ったけどファンタジーじゃないよな。1222、コテハン必須。コテハン必須枠ですよ。ソン、正直勘違いはあると思います。1223、とりあえず、もうちょっと覚えてることないっすか、なんか。ゲゲゲの鬼太郎はさすがにないか。鬼太郎。まあ、あちこちスクロールだからな、あれな。キャラはすごいちっちゃいんだよね。スペランカーとかロードランナーぐらいの主人公の大きさで弾を飛ばして攻撃する。すごいドラクエぐらいちっちゃいよね。青基調。主人公青基調。青い人間。青基調。いや、こっちでしょ。弾撃ってるね。どういう場所なんだろう、戦ってる場所は。これ俺たちね、まだ全然ね、どういう場所で戦ってる何者かが見えてないんですよ。伝わってこない。これファミコンだとしてもちょっとまだ、ファミコンだとしては人が主人公で弾撃てるゲームって言ったらまあ、そうな。あとさ、そのさ、場所とか。難しいな。青基調だからか。昨日ドラえもん分かんなかった人だしな。スタンカーム。そうだね、ストーリー。青、大魔師匠ガリオス。スリーウェイないか。そう、弾がね。ソンソン、わらわらちょっと笑った。わら、ダンジョンとかではなく地上で戦ってた気がします。じゃあちょっと青空の下みたいな感じ。突然マッチョマンかなっていうのがあるね、ちょっと。でも、あれか、青空じゃない、青空とは限らないのか。魔界村みたい。そうだね、ストーリーとかあれば絞りやすいのだけど。ストーリーは5、6歳じゃ無理じゃない？どうなんだろう。この感じ見てどう思います？この青基調の人。そうそうそう、そういうね。ドラえもんちょっと飛ばそうか。エッグ来た。マジックジョン。主人公男だったんでしょ。女か男かもわかんないのか。いや、キャラものじゃないとかそういうのはやめて。それわかんないんだから。俺ガノタだからガンダムのゲームじゃ 100% ありませんって3回言ったやつがガンダム、古代ガンダムで、もう、ひでえ目にあったやついたから、そこはやめて、5、6歳で全部のキャラを知ってると思わないで。世の中の全部を。その頃やったものとその後知ったものは別のものになっちゃう時もあるからね。あ、青基調で弾撃てる。キャラちっちゃめ。右にはスクロールしてるけど。どうでしょう。今見てる動画どうでしょう。
どうなんだろうな。違いますね。違う。さあ、これ今日はちょっと、今日ちょっとあれだな。今日はちょっと手強いな。これちょっと記憶が薄すぎるな。さすがに。キャラでかいんだよな。あ、ロックマン3ウェイとかねえもんな。テディーボーイブルース3ウェイねえけど見てもらう？テディーボーイブルースとかはどうだろう？マイナス線かな。テディーボーイブルースの SG 戦版？最初左、アイテムで攻撃方法が変わって、最終武器は3ウェイ、人間、魔界村っぽい、両手でマイナス 9V4、C4 の。ゲーツーは左スクロールだけ守ったな。アレックスキットではないよな。弾が光ってる系っていう特徴、すごい印象あるんでしょ。で、青でしょ。でも外でしょ。飛ばせるアクションっていうと悪魔城伝説のあるカードが思い浮かんだんですが、今見てるやつはどうでしょう。そらそらさんしか答えを知らないので、サクッと答えていただきたい。わかんないんだったらわかんないでいいです、いいですけど。違う。月風までは違うと。アトランティスは該当する部分があまりにもないな、でも。とりあえず、ホーリーダイバーはまだ見てねえな。月風より画面綺麗。覚えてんのかな。この感じどうでしょう。なんか、はい、止まってった。さあ、どうなんでしょうか。答えを知っている方は一人だけなんで、その人は速やかにお願いします。はい、更新してくださいね、皆さんね。はい。コンボイの謎。じゃあ次。これどうでしょう。青い人、弾を撃てます。こんな感じ。コンボイのちょっと近いらしいぞ。近いじゃん。霊柩組曲、テディーボーイブルース見てもらってねえけど、まあいいや。この人どうでしょう。これファミコンだね。これファミコンです。さあ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 、どうでしょう。青い人、横スクロールもの、弾が撃てる。あ、テディボイスありがとう。気が利くな。ちょっと飲み物飲んで、今日買ってきたんだ。違う気がします。どう違う。もうさ、そらそらさん、これやべえな。これ記憶もうこれ以上ねえな。これはちょっとこれ記憶薄すぎるね。これちょっと俺たちのまだ出番じゃねえような気がするな。もうちょっとそらそらさんは、もうちょっと記憶をなんかどっか自分で出してくる。キャラもっとちっちゃかった。ねえ、ホーリーダイバーはちょっとキャラがでかいと。でもキャラの大きさなんて 4,5 歳の時の記憶はもう当てにすんじゃねえぞ。本当にそんなの変わるから。キャラの大きさなんて変わるから、どんどん記憶の中で。この感じどうでしょう。ああ、これしかねえのか。どうですか？これは上、上下スクロールにも、左にも右にも行きます。もっと前からあんじゃん。青ばっかだね。さあ、どうだ？青いけどでかいね。アルカード、いや、キャラはね、キャラはちっちゃめでお願いしたい。これ以上見てもらうのもどうかなって。ちょっと、あ、でもミロンはちょっとちっちゃいよね、よく考えたら。3ウェイになんねえけど。3ウェイになることはないけど、最初は野外だし。どうでしょう、迷宮組曲。キャラちっちゃい。ちょっとでかい。中ではでかいです。大きいな。でもファミコンしか持ってないっていう記憶をちょっと大事にしたいところでもあるな。これは厳しいな。弾が3ウェイで撃てる。ドラキュラ君キャラでかいな。青くねえし。
どうしよっかね、これ。これどうしよっかな。きついな、今日なんか。記憶が。青っぽい主人公のパワーブレイザー。ようつべおどいピー。ありがとう、でも。ああ、これはわこすべ。どれ？やべえ、なんかちょっと手応えありみたいなのが来たぞ。謎の手応えありが来たー。アテナって弾打てたっけ？アテナは弾は打てないかな。さあ。チンさん、会心の一本。違う人よ。これは違うです。え？あ、今の違うね。迷宮組曲違うと。弾が、カラフルな弾を撃てる。これ探してる人、てか、おさるさん放送やってたな。探してる人いるんだよね、これ。まあ、どっちにもスクロールできて、弾がカラフルに点滅してると。これちょっと動画では分かりづらいけどね。アイテム取るとスリーウェイになるのこれ。どうでしょう、そらそらさん、どうでしょう。どうかな。結構古い機種です、これは。ファミコンと同年代。おい、何見りゃ思い出すんだよ。サンウェイってあんのかな、これ。青木町だしね、一応ね。何を見れば思い出すんだ、これ以上。これ以上ねえぞ。このゲーム、これ以上ねえぞ。おさるさんにあとは聞くしかない。まだ足りない。ないと思う。あ、なんか出てきた。マイナス点やね。うん。どうでしょう、これ以上このゲームにはもうないです。ただ打ち方によってはサンウェイっぽくなる。あ、そうなの？あ、そういうこと？ちょっとジャンプしたりってこと？いや、これ逃げんでしょ。で、時期とかもこんな、でもどこでやったんだろうね、これね。だとしたら。風船追っかけてるよ。でも5、6歳でしょ。こんにちは。私も思い出のゲームを探してもらってもよろしいですか？なんて名前ですか？それなんて読むんですか？アインさんでいいのかな？アインさんでいいのかな？おいよし、とりあえずこれでいいでしょう。チンさん。名前がちょっと気に食わんが。おい、なんだこれ。ダメだ、チンさん、あれが出ちゃった。動画が出ちゃったよ。チンさん。騎士は SG1000。はい。まあ、印象に残りやすいゲームではあると思います。頑張ってよく思い出したな。ファミコンじゃなかったな。何算だったな。じゃあ、そらそらさんは字を白に戻して、おとなしくしてください。アインさん。アイン、オッケー。もう、ラインにしちゃった。ごめん、ちょっとアルファベット小文字はちょっと受け付けてません。小手半としてはね。俺がもうちょっと目がもう限界なんで。うん。ゴリラバットさんね。おはようはこつ。ゴリラバット。ベタクロスさんはちょっとどっか行って、ベタクロスなんて？なんかわかんねえわ、もう。アインさん、はいはいはい。うん、そんなもんそんなもん。不運だった、セガの不運ってもうここの前から、こっからだよな、ほんとに。初見です。学生の頃はゲーム博士と言われていました。ん？これぐらい弾が変。ゲーム博士と言われてました。四季さん、はい。そういう方がいてくれるとありがたいけど、どれぐらいの博士なんだろう。さあ。カワキさん、はい。安かったのかな？安くないよね。カワキさん。ここの、そうね、ここはちょっと、村一番の、ねえ、なんだ、物知りじいさんが来てすげえ、ずたぼろになって帰っていく場所だから。全国から猛者が集まってますからね。そう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 。じゃあ、ゲーム博士。ゲーム博士どこ？四季さん。申し訳ないけど。じゃあ、ゲーム博士という名前にさせていただきます。四季かっこゲーム博士と。
もしかしたらすげえ本当にゲーム博士かもしれんから。ここはね、ファミコン開発に関わったおじいさんとかもいい、ちょっとなんか立ち寄ったりするような場所なんでね、覚悟してください。そういう人すらも依頼をしてくるような場所なんでね。さあ、いやだってそうじゃないと本当に超有能の人かもしれないから分かんないから。次の方行くよ。じゃあ六郎さん、ちょっと覚悟してください。学生の頃あいつ調子乗ってって言われました。何をしたらそんな言われんだよ。言われたもんねえよ。ああ、そうだ、パソコン詳しい人が一人でもいてくれるとありがたいんだけどな。ああ、そうかもしれん。いいです、いいです。貧民ってなんだ。2メートルの高飛びをする。おい、2メートル。ゲームボーイ、多分専用って何？カラー。ああ。GB カラー。カラー専用と。透明なカートリッジだったんだね。はい、じゃあ行こうぜ。どんどん行こうぜ。ああ、産後祭ちょっと多すぎ。ちょっと今日やべえ、マジで重り。おむつ交換はもう終わってるか。俺だって3歳ってまだ言葉喋ってねえぞ。相当遅いから俺は。ちょっと待って、子守り大変だな今日マジで。はい、ん、虫キングみたいな NPC と対戦形式。あ、これメダロットじゃねえの。え、今日若えな。メダロットっぽいよね。メダロットの、じゃああれだ、カラー専用だ。あははは、メダロット。3怪しいですか？ 3 って、3ってもうカラー専用だったっけ？あ、専用だわ。主人公変身はちょっとないな。なんだろうこれ。主人公が変身。虫キングみたいなノンプレイヤーキャラと対戦形式つか、これ19歳でよくここまでいろいろ NPC とか知ってんなの。メダチェンジ。メダチェンジっていうのがあんの？俺ごめん、メダロット夏目好きだけど。モンタクじゃねえかよ。おい、どうしたモンタク持ってきて。モンタクってそういうゲームなの？傾きセンサーだって、これもうほとんど確定じゃねえ？ちょっと待って待って。傾きセンサーってなんか、本体をさ、コマンドマスターじゃねえ？違うかな？コマンドマスターじゃないっけ？コマンドマスターがそういうゲームだよね。傾きセンサー入りの、ケロロ軍曹の絵の人。今これ箱説付きで持ってるよ、これ。ゲームボーイ。変身するのはメカメカしいのか生物的なのか。ゲームボーイ振って変身するやつ。そう。コロコロカービィみたいなやつか。コマンドマスターって動画ねえんだけど、なんだよお前。そう。吉崎美音のパッケージのやつだよね。吉崎美音好きだから持ってんだ、俺。ありがとう。ちぎさんがなんかくれたけど、これかな。続々ヒーローじゃねえか。ちょっと違う。え、続々ヒーローもそうなの？ありがとう。じゃあ見てみようぜ。そうなのかもしれない。これは違うわ。モンタクは違う。へえ、二つもあんだね。どこ見ればいいかな。戦闘シーンとか見てこい。曲かっこいい。いや、それはね、曲かっこいい。クラフォードさんがなんかくれたけど、なんで続々ヒーローくれんのこれ。いや違う、コマンドマスターなんだけど欲しいの。これ見た感じどう、ろくろさん。なんでこんな曲かっこいいの。それどれ。あー、5分50。なんでこんなドゥンドゥルドゥンドゥル。一つ見て5分50。あー、え、違うのか。続々ヒーローは振って変身、コマンドマスターは振って召喚攻撃。ああ、そう。
どうですか、これ何、これは変身してんの、バトル中傾ける。ドクロさんスマホかな、どうだろうね。コマンドマスターにバイザーのおじいちゃんがいるかどうか。パッケージにはくれえな。君の動きは勝負を決める。動きセンサーが可能にした全く新しい体験バトル。戦闘中に傾けるのはコマンドマスターっぽいけど。今見てるやつはどう？なんか俺の、あのさ、ロゴロさんが反応ねえんだけど。会話が成立してないんだけど。何度聞いても何にも俺の質問は完全無視なんだけど、これ。こんな協力、非協力だったら無理だぞ。はい。ちょっともう英語で探そう。仕方ねえから。これではないですかね。今のじゃない。じゃあ、続々ヒーローじゃねえ。それを言ってくんないとお前しか答えわかんねえんだからさ、頼むぜ。ない。コマンドマスター、ないな。うん。そう。答え知ってんの一人だけなんだからさ、世の中でね。君だけしか答え知らないんだから、それが、おい、身のもんたちじゃねえんだから、早く答えを言えって。え？はい。あ！ちょっと待って、ゲーム画面見た。見つけた。この女の子見覚えは？これはコマンドマスターの方だね。戦闘シーンも一応、入手しました。これと、これな、戦闘シーンかな？これ。なんで動画ねえの？はい。右が多分戦闘シーン。コマンドマスター。これだー。よっしゃー、これなんで動画ねえんだよ。多分ね、これね、傾けなきゃいけないから、ゲームキューブとかそういうのでもやりづらいんじゃないかね、単にね。だから、なかなか動画がねえのか。ゲームキューブごと傾けりゃいいんだよな、こんなもんな。だって、レッドフルじゃできねえんだもん、これ。困っちゃったよね。だから俺も放送でやってなかったけど。じゃあ、俺で。コマンドマスター。これ動画ねえや。ほんとに。いずれゲームキューブで本体傾けながら。どうなんだろうね。どうした？実機でやった方が早いのかな。うん。普通に、コマンドマスター別にプレミアついてないけど、あんま見かけないゲームなんで、なんか変なカートリッジ緑色の、よくわかんない半透明のやつ、ね。ゲームキューブつなぐと副本体を持って傾けなければいけないと聞いた。そりゃそうだよ、だから。ゲームタイトルを探してもだから本体が、ゲームキューブ本体を傾け、持ち上げて傾けんだよ。テレビでアドバンスでもええんやで、慣れれば。まあな。あ、そっか。アドバンス。はい。Wii のモーションみたいなので良いんだし、Wii U ならできそう。ねえ。やれよ、いいのにな、こういうのな。面白かったこれ、ロクロさん。じゃあ次行こうか。ゲームキューブ傾ける様子も撮影して動画にして。お、依頼です。1687、ちょ、ま、87。探してみます。1687。よし、次だ。1687。ケイシーさん。順番間違いえげつないけど大丈夫？カタカナ。ベタクロスさんどこ行ったんだろうね。はい。じゃあ、ロクロさんは、多分今、ゲームボーイどうなんだろうな。まあ、手に入れることは可能だと思うんで。とりあえず、アマゾンで、コマンドマスター買ってみてください。お疲れ様でした。次の方は、あ、ほんと？今何時？あ、でもまだ11時か。さあ、これは11時じゃね、10時だろ。よし、今日じゃあ、ここら辺で切るか。なんだ、依頼じゃねえ、なんだっけ。依頼、締め切りと。ベタクロスさんはもう、うん、途中で、逃げ出しました。配送しました。広告ありがとうございます。あ、延長したわ。うん。うん、これ以上ちょっとね、みんなのためにもちょっと切りますわ。お、ベラスケスがコメントしてるぞ。大丈夫なのかな。すげえ心配なんだけど。お前大丈夫か。怖いな。知らんけど。コナン君みたいな感じ。あれ、おかしいな。お前忘れられてねえからな。
じゃあ、ソルバさん。ソルバさんか。いや、さっきまでコメントしてましたよ。え、誰が？お願いします。いや、だから、そのコメントして、お前今日黙ってろよって言ったじゃん。NG 普通に入るだけで俺。もうコメントできなくなるだけで、ここで。黙っとけって。そういうとこだって。ほら。正直言って、困るんで、これ止まったっていうのはちょっとマジやめて、本当に止まった時だけにして、アーさんは意外と止まってること多いから、おめえんちの環境っぽいから、ちょっとやめて。怪しいなと思ったら、まず更新して真っ暗だったら止まったって言ってください。止まってなかったら止まったって言わないでください。うん、まず自分を疑ってください。これ放送切ると、俺今切っちゃったんだけど、一旦放送の配信停止しちゃったんで、これ、動画ファイル分割されちゃうんで、ちょっと厄介なんですよね。その間数秒間が消えちゃうんで、ほんと勘弁して。よろしく。さあ、じゃあ行こう。アさんはね、本当によく落ちすぎ。あと邪魔。これもうちょっと見逃しちゃったから、俺どこ行った？ソルバさんどこ行った？